中盤こそ押し込みましたが難しいゲームとなりました。まずは90分振り返ってください。そうですね、少しアンラッキーな形から失点しましたけども、その後も、下を向かずに、膠着状態といえばそうですけども、我々もやっぱりこうゴールを目指して、選手は最後まで走り切ってくれたと思ってます。なかなかね、決定機もありましたけども、ゴールにできなかったっていうところでは、この敗戦受け入れしかありませんけども、次に向けてまた、顔を上げてね、いきたいと思ってます。後半は早めに攻撃の選手を投入されたと思うんですが、あのあたりはいかがだったでしょうか。そうですね、我々も得点を奪うっていうところに関して、カードを切っていって、チャンスも作ったと思いますけども、ゴールに、繋がらず、ただやり続けるしかないかなと思ってます。アウェーの地でもサックスブルーサポーターは投手をし続けてくれました。この敗戦を今後どうつなげていきますか。本当にもうサポーターには本当に申し訳ない。本当にアウェーですけども、本当ホームのようないつも雰囲気を作り出してくれて、我々の背中を押してくれる、本当に今日は申し訳ない。その思いをね、次のゲームに向けてね、我々、絶対にね、勝ち点取るっていう強い思いで、そしてそれをサポーターに届けたいと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。